さんの精神状態をおかしくしたら二度と許さないから、まあそう言うなよ、煽るなよ。カオコありがとう。オフ会で紹介したいし普通に仲良くしてもらいたいからさ、頼むよカオコ。いやミュールも相当怒ってて許さねえっつったんだけど、頼むよカオコも大事だから俺。そうあれだよ、伊勢誤解すんなよお前。誤解すんなよ、あの大事だから、カオコも。だけど、嫌だからこういうの。なんで俺が土下座すんだよ、意味がわかんねえだろ。振りま、俺が一番言いたいことあんだよ。昨日のカラオケでそれ、ふざけんなよ、お前ら。お前もだよ、お前ら。ふざけんなよ、本当に。俺が一番言いたいこといっぱいあんのに、全部我慢してカラオケで吐き出したの俺だからな。土下座、おめえらがず、お前だよって土下座すんの、本当に。あんま言うと。ごめん、だからあ、もうやめて。もう本当にシャレになんないから。あの、ネタだからね。あ、めんどくせえ。マジで。めんどくさいから、もう許して、本当に。お前らが思ってる以上にきついから。もう、この二日間、本当にひどかったんだから。あ、このアマギフォは僕のプライベートで使います。はい。なんで俺が土下座すんだ、意味わかんねえだろ。俺初見だけど土下座みたい。は？和道さんは私の希望なんだよ。あんな病んでたのに働き出したんだぞ。ありがとう、そう言ってくれて。いや、水に流してくれてありがとう。いや、水に流してよ。みんなハッピーになろうよ。なんで俺が土下座すんの？じゃあ、カオ君も、じゃあ俺が土下座したらみんな水に流す？いや、いいよ、じゃあ。みんながスッキリして、彼女のこと許してくれて、彼女のこと受け入れてくれんなら土下座でも何でもしますよ、じゃあ。顔面センター集合剤面白いからやめろ。土下座したら許してくれるじゃん。土下座したら許してくれんの？いや、俺は、だから基本的には、だから去る者は追わないけど、来る者拒まないよ。のりこさんは和道さんの部屋から緑屋に電話したんですか？読んでください、だって、はい、自分の部屋から電話しました。のんたんさん、頼むから配信者と付き合ってるってことを自覚してください、お願いします。その通りだね、お前男ならここで土下座やで。しょうがねえな。もう女性関係でリスナーさんとごたごたするのも僕も耐えられないし、大切な彼女なんで許してください。あ、受けてないね、あんまりね、あんまり受けてないね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。